内村真里は、鹿児島県鹿野市出身の女子競輪選手。日本競輪選手会福井支部長属、旧日本競輪学校第112期生。父は、元競輪選手の内村剛、し、師匠は、藤田県次。夫は同じく競輪選手の寺崎光平。小学生時代は、水泳、中学までは、陸上競技に取り組んでいた。南大隅高校進学後に、 競輪選手であった父親の影響で自転車競技を始める。高校時代はロードレース等の中長距離種目を中心に活躍。2015年2月にタイで行われたアジアジュニア自転車競技選手権大会の個人ロードレースに日本代表として出場。その後、2015年3月の全国高等学校選抜自転車競技大会で競輪に出場し、 予選から決勝まですべて一着の完全優勝を果たした。この優勝を機にガールズ競輪を目指すことを決意。翌年、イズベロドロームで開催されたアジアジュニア自転車競技選手権大会ではチームスプリントで銀メダル、競輪で銅メダルを獲得した。2016年1月15日、競輪学校第112回生に合格。在校成績は7位。また、 卒業記念レースは5着5着6着1着だった。地元の鹿児島県にも練習拠点となる自転車競技場があるものの、自宅から遠いことなどを理由に、ガールズ競輪の競合選手が集う藤田県次に弟子入りし、車競輪場を練習拠点とし、デビュー時の登録地も福岡県としていた。デビュー直前の2017年6月、練習中に落ち者、 肋骨四本、右鎖骨骨折に加え、排気胸を患ったことで、デビューが同期より2ヶ月弱遅れ、同年8月30日広島競輪場にて、ようやくデビューを果たす。ただ、デビュー戦では4着2着3着で、勝利を上げることはできなかった。2018年1月、奈良競輪場でのガールズ競輪コレクショントライアルレース決勝で3着に入ったことにより、 特別レースであるガールズ競輪コレクション2018年平塚ステージに選出された。その後も安定して決勝戦に進出するも優勝には手が届かなかったが、同年12月2日、福井競輪場で初優勝を果たした。2019年2月、名古屋競輪場で通算2度目の優勝。4月には高知競輪場で開催された。 新設競争である新人女王戦ガールズフレッシュクイーンに出場。5月23日、函館競輪場で落ち車左肘を骨折。復帰後の8月、川崎アーバンナイトカーニバールにおいて通算3度目の優勝を果たした。しかし、上述の骨折の影響もあり、ガールズグランプリトライアルレースの出場権を獲得することはできなかった。11月14日、 平塚競輪場で通算4度目の優勝を果たした。2021年8月28日、同じく競輪選手である寺崎光平との結婚を発表。後に8月30日付でデビューより在籍していた福岡支部から福井支部へ移籍することになった。デビュー当初は一度りにたけた自在選手として活躍していたが、上位選手と力の差を感じたことから、現在は 選考を基本とした自力選手として活躍している。ありがとうございます。